マイナス少年です、今回は寒いいつも挨拶をしない、寒いね、僕たちは今ここ静岡県を取れた1時間待ちやばどこ行こうぜやばだから一応、まあ、大体これで待ち時間見れるから。ああ、そっか。そうそう、大体その時に呼ばれたかったらキャンセル扱いになるって。やば。てか、そんぐらい混んでる、美味しい店なんだよね、ここ。爽やかって言って有名。知ってるだろ。へえ。で、うまいって言うけど、なんか、ちゃんとしたさ、うまさを聞いたことないわけじゃん。大体さ、めっちゃうまいだけじゃん。だから、うまいな。食ってない俺と食ってないマグロで、あ、マグロじゃない、ハンバーグだよ。それを食ってお互い食レポして、どのようにうまいのか。1時間待ちだから、俺はくら寿司に。ふざけんな。まあ、あとあと1時間経ったら、中入って食べようかなと思います。今日は、動画できなかったんで、食レポ動画です。では。ということで、来ました。これがマグロです。今から食うのがハンバーグ。何も言えよ。何も言わん。俺かそれ。で、僕気になったのがあって、なんかここの肉ね、ハンバーグなんか生っぽいんですよね。で、ここに書いてあって、表面殺菌してるから、まあレア気味でも食えるというハンバーグですね。何が？まずはバナナミルクから。これなんかね、ユアンが言うには美味しかったらしい。そうだよね。うまいよ。いただきます。うまいよ。ん、あ、本当にバナナだこれ、うん、バナナじゃなかったらどうする。実はイチゴでしたから嫌じゃない、うん、イチゴミルクでも美味しいけど。バナナで安心した。あ、美味しい。これバナナ好きな人だったら好き、バナナ嫌いな人だったら多分嫌い。当たり前のことは当たり前じゃない。はいはい。肉のお守り、肉のキャッチボール、やばっ。それでも俺はポテトを食い続ける。仕上げのカットしていきます。おお、やばそう。これ生まだ付いてる。おお。もう一度押さえます。このままお待ちください。うん、すごい。うん。2年ぶりぐらい。やば。おー、すごい。ソースをおかけしてよろしいですか？お願いします。はい、お客様もよろしいですか？おかけして、はい、すごい、初めて。跳ねますので、羽が収まったら召し上がりください。時間も暑いです、お気をつけください。はい、すいません。お腹の料理をお願いします。おー、これが原稿、あっちこっちから飛んできた。これが原稿ハンバーグか。はい、いいよ。じゃあまずマグロから食レポ。まだだよ。いいですか？うん、ちょっとね、顔はね、映せないですけど、うん、それだったら映る。ちょっと周りの人がいるんで、はい、では。じゃあいいよ、人参からじゃなくて。ハンバーグ。じゃあまず、このげんこつ、ハンバーグを。うん。あ、焼かれですね。はい。すげえカレーの味ですよ。うん。カレーですか？そうです。すごいカレーです。そうです。そうです。あ、グツグツいってる。もうグツグツいってる。ハンバーグじゃなくて、焼きカレーの食レポでいいんだよ。うん。じゃあ、バナナミルクですね。はい。大丈夫です。お願いします。はい、後ほどお願いします。うん、じゃあ、行きますよ。うん。ちゃんと食レポしてね。上手にね。どっちがうまいかみたいな。何が？はい。まあ、では。まず、食べやすいサイズに、うん、あ、目に入ったの。まあ、見てください。中身はこんな感じ。すごいね。レアっぽいよね、でも。うん。ちゃんと顔撮って飽きたわ。まあ、俺は信用する。俺の顔を撮って飽きたとか言うの。じゃあ行きます。そうそうそう。俺なんか毎日自分の編集見て、自分の顔見て飽きるんだから。俺食レポしてんの。うん、はいはい。いいかい？いいよ。行きます。うまかったね。もうちょい下向いて。うん、そう。どううまいの？表現するんだろうか。マグロ？いや、違うよ。わかるかな、ファミリーマート。ファミリーマート。ファミチキを初めて食べた時の、うん、あの衝撃と同じぐらい。わかりにくすぎだろ。本当に。でもわかる人はわかると思う。わかる人は下の方に。概要欄に。概要欄にファミリーマート載っけとくんだよ。
なんでだよ。ステマか。じゃあ行きましょう。エプロン。ちょ、来い。あ、すごいこのエプロン。つけまして。うん、願いましては。このカレー一緒。ちょっとさ、ショーの食レポの前にさ。このカレーさ、さっき映した3分前に来てるのにさ、まだずっとグツグツいてる。そんなブツブツ言うな。以上でした。はい、では初めてだよ、僕。今のこの紙エプロンの角度がさ、あのジェットコースターのバーみたいになってて面白いけど。あ、なるほどね。なんかね、押した感じ柔らかそうだなと思ったんだけど、そんなことない。結構ね、ぎっしり。じゃあちょっと生だね。じゃあ、初めていただきます。何が、うん、ご飯、バナナシェイク、バナナシェイク、うん、真ん中あたりまで行くとこれぐらい生になる。おい、それはくれるらしいぞ。自分でくれ。ちょっと待ってね、すぐ終わるから。食った感じ、なんかビーフジャーキーとか系のなんか肉肉しさがあって、肉、なんて言えばいいの、ファミリーマートのさ、それはいいわ。本当ね、他のハンバーグと比べて本当に肉って分かんないから。そう、なんか普通のハンバーグが、火でお持ちは大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。なんだろう、他のハンバーグがもう肉じゃないみたいな。これ本当肉だよ。肉だけど本当に肉をもう 100% 使ってるらしい。うん、歯ごたえがいい。まあ、確かに生のハンバーグって食ったことない。ちゃんと生。これなんかうまいなと思ったら、作りたて。俺さっき頼んだのがこれ、色が変わってんの、ね、ほら、そう、そうそうそう、だからバナナ感が強いんだ。うまいし。参加してるし、ケイタも今動画にちょっかり参加してる。参加してる。参加しちゃってる？参加しちゃった。これが締めのデザート、みかんのゼリーみたいな。これがアイス。下がゼリー。上がポテチ。うん。うまい柑橘系の味。ということでね、ここすごい美味しいので、来たい方はぜひね。並んで来る価値あるので、ハンバーグもね、生が嫌な方はね、ちゃんと焼いてもくれるので、ぜひ来てみてください。ではバイバイ。これこの間あれガチャガチャで買った指輪。買ったじゃない、回した回した指輪、超かわいい。